自慢する人、うぬぼれること、またその人のことを言う。ここにもう一人の天狗がいた。実家の書き方だよ。関西の天狗。フォロワー一万人。他のアイドルなんてどうせ大したことないし。うちの事務所に入ろうと思って動機を聞かせてもらえるかな。私も出たかったからです。天狗の花を。へし折れ。すごいよ、お前のやつは。俺やってた。結構さ、歌だってうまいよね。歌だってかなりの人数来てくれるし。はっきり言うさ。いつからそんな生活になったの？ファンにお願いしてライブに来てもらわないから、アイドルって言えんだよ。日本橋アイドル伝説を見逃すな。